はい、本日はですね、岩手県一関市の、大籠りんごさんに来ております、今日はですね、並木さんに美味しいりんごの選び方ということでですね、教わっていきたいと思います。まあ、僕たちがですね、スーパーなんかでりんごを選ぶときいっぱい並んでるじゃないですか。はい、そうですね。で、そこで、どういうりんごをこう美味しい、少しでもね、みんな美味しいんだとは思うんですけど、少しでも美味しいりんごをこう手に入れたいとしたら、どうしたらいいかなというのをですね、ちょっと教えていただきたい。見分け方ですね、教えていただければと思います。まあ、こちらは、まあ、富士になるんですけどね。はい、富士、まあ、品種によって選び方は変わりますが、はい、富士についてはこのお尻の部分ですね。お尻の部分、はい、この周辺が、はい、あの黄色みを帯びていると、はい、いうことが大事なポイントですね。あともちろんここはなるべく赤いもの、赤いものですね。なるほど。赤みの強いものでここに黄色みを帯びていまして、あと、はい、あの透明感といいますかね。透明感、はい、よく見ますと中に入った光が帰ってくるような感じがします。はい、なるほど。あのテカッとしてないですよね。テカッとしてない、透明感のあるもの、はい、そうですね。それですとあの、まあ、蜜が入ってる可能性が、はい、あ、なるほど、蜜が入ってない、そうですね、はい、蜜が入ってる、はい。まあ、もちろんあの蜜入りでないリンゴも、はい、たくさん品種としてありますから、はい、それが必ずしもこうというわけではないんです、ね。まあ、富士についてはこの通りだということだと思います。はい、はい、